いらっしゃいませ。どうぞ。さてと。うん、リーナ先輩、お待たせしました。うん、二人とも課外授業への準備は万全か？はい、任せてください。いつでも大丈夫です。期待しているぞ。さて、それではみんなで協力しつつ課外授業をこなすこととしよう。そうだ、ちょっと。
て。はい。行くよ。行くぞ。行こうか。
許せる。問題なく片付けられたな。ええ、俺たち3人なら楽勝ですよ。どうしたんだ、ユージは。ずいぶん機嫌が良さそうだな。いや、すみません。何でもないんです。なんだよ、話してくれよ。私も気になるな。大したことじゃないんです。ただ、三人で冒険をしていると、なんだか昔のことを思い出して。昔のこと？うん。幼い頃にルーリットの村でも、こうして三人で毎日のように探検をしたんだ。僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、いろんな場所に行って、村の人に怒られて。懐かしいな、本当に。寂しいけど、同時になんだか温かい気持ちになれる。そっか。良い思い出のようだな。はい。もう一度、あんな日々を送れたら。送れるさ。無理だよ。そんなことないさ。きっといつかアリスとセルカ、そしてユージをもう一度三人で探検できる時が来る。セルカ？ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて断られそうか？いや、違うんだ。今確かに三人で歩いた頃を思い出して懐かしいと感じたんだけど、でも違う、セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも3人って、うん、僕とアリス、もう一人誰だ。なんで僕は3人でなんて思ったんだろう。大丈夫か、ユージは。うん、疲れているのなら早めに行ってくれ。無理はさせたくない。大丈夫です。友情。Yeah!